イベント開催先立ちまして、連絡事項があります。当イベントは Zoom ウェビナー方式で開催いたします。これはイベント中、皆様のマイクとビデオは常に切られている状態になっております。質問に関しては、Zoom の Q&A もしくはチャット機能を使ってお書き込みください。質疑応答の時間まで待たずに書き込んでいただいても結構です。書き込む際は、どの登壇者への質問も忘れずに明記をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。そして、当イベントは録画もされています。本日のパネリストの皆さんには、マイクとビデオは招待する前にはオフにしてください。For our panelists for today, please keep your mics and videos off until you are asked to share. それでは本日のアジェンダに参りたいと思います。まず、ヘイラン隊のコミュニティマネージャー、シアノアキコより、ノルディックイノベーションハウスの簡単な紹介をいただきます。続いては、パートナーさんより4つのプレゼンです。最初の2つはビデオメッセージです。日本から北欧への投資傾向については、イノベーションラボアジアのオリバー・ホールさんより、そして、北欧のフィンテックエコシステムについては、コペンハーゲンフィンテックのシモン・スコーさんよりメッセージをいただきます。続きまして、日本のフィンテックエコシステムについて、一般社団法人フィンテック協会の紀藤武様と、北欧フィンテックの魅力を話題にして、大日本プリンティングマーケティング決済プラットフォーム本部、小野寺隆弘様に登場いただきます。そして、パートナーさんの登場の後で、北欧のフィンテックスタートアップ6社によるビデオメッセージが楽しめます。最後には全員向けの質疑応答となりますので、各プレゼンに関して質問を投げることができます。それでは早速なんですけれども、ヘイラン隊のシアノよりプレゼンをもらいます。シアノ、準備はよろしいでしょうか？画面共有されてますでしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。それでは早速、ノルディックイノベーションハウス東京の、ご紹介をさせていただきたいと思います。まず、ノルディックのスタートアップと聞いて、皆さんどのような会社を思い浮かべますでしょうか。左上の、スウェーデンの音楽配信のスポーティファイや、その下の、宅配、日本風でいうと出前サービスですね、のウォルト、それからスーパーセルやロビオなどの、ゲーム会社、そして一番右下の、モビリティアズサービスのマースグローバルなどが、有名どころかなと考えられます。我々ノルディックイノベーションハウス東京は、日本進出を目指す北欧5カ国の、テック系スタートアップを、支援する5カ国、北欧5カ国が連携した政府系のコミュニティプラットフォームです。母体はオスロにあるノルディックイノベーションという、北欧が連携している機関でして、そこの、ノルディックイノベーションハウスはそこのプロジェクトの一つということになります。2013年に、シリコンバレーに初めてのハウスができまして、その後ニューヨーク、シンガポール、香港と拡大しまして、昨年から、東京が始まっております。政府系ということで、駐日の大使館商務部、もしくは、貿易振興機構とは常に、連携を取りながら活動をしています。連携といいますか、それぞれの、大使館商務部、もしくは貿易振興機構からの代表者が、ノルディックイノベーションハウスの理事として座って、ノルディックイノベーションハウス東京を構成しているという形になっております。具体的には、左上から、時計回りにビジネススウェーデン、それからイノベーションノルウェー、ビジネスアイスランド、そして下の段に行きまして、デンマーク大使館商務部、それからビジネスフィンランドという構成になっております。北欧では早くから良いスタートアップエコシステムが形成されていると、よく注目されるわけですが、例えばこれを少し数字で見ていきますと、
北欧におけるユニコーン数は、1人当たりのユニコーン数ですが、シリコンバレーに続いて2位、それから大学生の 90% が起業家になることは文化的社会的に許容されているというと感じているという、意識調査の結果も出ております。なぜこういうことが生まれるかというのはいくつか考えられると思うんですが、まず北欧の福祉国家体制、それからこれは国際機関のランキングなどでよく現れてます、幸福度が高い、社会基盤ということが、少なからず影響しているのかなと思っております。日本と、北欧のスタートアップの関係を見てみますと、投資の件数ですが2019年には17件、それから2020年にも、15件で、今年に入ってからもすでに、4、5件は確認されておりますので、コロナの影響にもかかわらず、非常に高い水準で推移しているのかなと考えることができると思います。ノルディックイノベーションハウス東京の話に戻りますが、去年5月に開設されまして、開設時も今もずっとコロナということで、全ての活動はオンラインでしております。日本進出を目指す北欧のスタートアップにメンバーになっていただいて、そのメンバーさんに支援をするといったメンバーシップ体制をとっております。主な活動としてはマッチメイキングやオンラインピッチイベントの開催、それから特定の業界を紹介するようなセミナーの開催、それから逆に、日本市場の魅力や可能性をノルディックの、スタートアップコミュニティに届けるということも非常に重要かつニーズのあるミッションだと思って活動しております。これは去年行ったイベントの事例です。左上から、こちらは DX 関連の北欧のスタートアップを集めてピッチイベントをジェトロさんと共催で開催しました。また下その下は、特定の業界を紹介したセミナーなんですが、この場合はアイスランドとノルウェーを中心に、水産業漁業にまつわる最新テクノロジーを紹介させていただきました。また右の方です と、外部のイベントに、スピーカーとして登壇することも積極的に行ってまして、こちらは去年の CTEC のものです。で我々特に業界に関わらず全てテック系であれば支援させていただいているんですけども、特に今年重点的に見ているのがデジタルヘルス、クリーンテック、それからデジタルトランスフォーメーションの分野です。ただ本日のフィンテックももちろんそうですけども、特にこれに限ったわけではなくて、全ての業界網羅しつつ、少しこれを重点的に見ていこうという形で活動しております。こちらは今までに、パートナーとしてご一緒させていただいた、団体さんの一覧です。我々外部のパートナーさんと協力しながらいろいろイベント等を進めていく形をとっておりますので、パートナーと連携して、今後も進めていく予定でございます。最後になりましたが、こちらが我々の連絡先です。本日 MC 務めてますコミュニティディレクターとニコラスと私塩野明子の2人体制でやっております。各種ソーシャルメディア、リンクドイン、フェイスブック、ツイッター、日本語版英語版ございますが、こちらほぼ毎日、ノルディックのスタートアップに関するニュースや逆に日本のニュースでノルディックの方に伝えたいことなどを、ほぼ毎日掲載しておりますので、よろしければぜひこちらからもつながっていけたらと思っております。フォローの方よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。はい、シェアのありがとうございました。次にビデオメッセージで日本から北欧への投資傾向についてお話題にして、イノベーションラボアジアのオリバー・ホールさんよりプレゼンをいただきます。それではビデオの準備いたします。少々お待ちくださいませ。皆さん、本日はお忙しい中ご参加いただき誠にありがとうございます。コペンハーゲンキャパシティ
AI とフィンテックインベストメント部長と日本担当オリバー・ホールと申します。コーペンハーゲン・キャパシティは公式な投資支援機関です。外国企業、投資家、優秀な人材を対象にコーペンハーゲン州都圏でのビジネスチャンスの発掘や実現化、また投資に向けたさまざまなサポートをいたします。私たちの支援サービスはすべて無料です。本日は弊社が入っているイノベーションラボアジアプロジェクトと日本から北欧への投資傾向についてお話をさせていただきたいと思います。イノベーションラボアジアは北欧と日本のスタートアップエコシステムをつなぐコミュニティベースの推進事業です。イノベーションラボアジアはデンマーク産業財団の支援の下でアジアハウスとテックバーベキューが共同で運営する非営利のプロジェクトです。エコシステムコミュニティの中核となってコーペンハーゲンキャパシティ、ノルディックイノベーションハウス東京やノルディック忍者 BC など北欧各国のパートナーと緊密に連携しています。連携を強めていくための支援を行っています。北欧と日本を結ぶネットワークの構築、交流の促進、本リスト、失礼、本データベースはノルディック忍者 BC、コーペンハーゲンキャパシティ、スタートアップノルウェイ、ノルディック9、その他の北欧諸国ステークホルダーとの交流により作成されたものです。追加情報がある場合はどうぞご連絡くださいませ。北欧企業への日本の資金提供の動向概要は以下のインフラグラフィックをご覧くださいませ。各イベント主催、スタートアップや投資家を対象とした北欧と日本のイベントへの視察やアレンジ、北欧と日本のエコシステムに関する情報提供、報告書の作成、相手地域に向けたプロモーション活動、本報告書では北欧フィンテックスタートアップ24社を紹介しています。日本の投資家、パートナー、クライアントの方々にとって北欧フィンテック企業との新たな可能性を探る企画となり、すべてのステークホルダーへの総合利益となることを目的としています。ご覧の通り、はい、一社の例えですね。で、その、はい、そのレポートの中で、日本での活動目標24社が入っております。日本の投資家にとって、市場はまだまだ米国と東南アジアが中心ですね。問題は北欧がそもそもまだ日本のステークホルダーのレーダー上にすら現れていないことです。とはいえ、北欧エコシステムはイノベーションのアイコンとして知名度を上げつつあり、投資家は北欧地域に次第に目を向け始めています。まずは、ヨーロッパとの比較から始めましょう。あらかたの投資パターンを見る限り、欧州のスタートアップエコシステムは急ピッチで成熟しています。コロナ禍にもかかわらず、22年に欧州テックスタートアップは国内外のベンチャーキャピタルから410億アメリカドルという記録的な資金調達を果たし、2016年の160億ドルから大きな飛躍の投資となりました。
これは5年間の年間成長率にして 30% です。2020年に北欧投資家の人気を集めたビジネスに目をやると、トップはヘルステックとフィンテックでした。一人当たりの累積投資額2016から2020年でリードするのは圧倒的に北欧諸国とイギリス、アイルランドです。スウェーデンは1位、フィンランド4位、エストニア6位、デンマーク9位、ノルウェー12位、それ28個、失礼、イギリスの EU 離脱で 27カ国の中で。北欧のスタートアップエコシステムは世界の中でも極めて活発で、一人当たりのユニコーン企業数は世界一です。日本の北欧諸国への投資が近年指数的成長を遂げています。2021年の数字はまだ入ってないんですけど、もうすぐアップデートをするつもりです。ご覧の通り、日本の北欧諸国へ の投資、2013年から2018年までで、その後は、はい、2年以内にちょっとブームになりました。ご覧の通り。皆様すでにご存知かもしれませんが、北欧諸国、つまりデンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、今ニューノーリックということでエストニアも入っております。全国 の人口は比較的に小さいですが、国際競争力が高いです。デジタル化は世界的で1位、2025年に世界初の化石燃料に頼らない首都の目標がございます。2030年までに北欧地域は世界で最も持続可能で統合された地域を目標を目指す目指します。はい、で北欧地域は全ての国際ランキングで一貫して優れています。世界銀行の毎年Doing Business Report を発刊します。ご覧の通り、最もビジネスがしやすい国は欧州連合の中のはデンマークで、デンマークは世界で4位で、欧州連合の27国の中で1位になっております。次は世界のランキングでスウェーデンは10位、エストニアは18、フィンランドは20、で日本は29でございます。2012年から毎年毎年デンマークが欧州連合の1位のビジネスが一番しやすい国となっておりました。競争力でも IMD によると、やっぱりまた、はい、デンマークは世界で2位、スウェーデン6位、ノルウェー7位、はい、っていうのは失礼かもしれないですけど、日本はもう34位ですね。欧州連合のランキングでも北欧諸国の特にデンマークとスウェーデンとフィンランドがイノベーションリーダ
となっております。デジタル化でも強い。それ、また欧州連合の調査なんですけど、その技術の統合、電子政府、人材などなんかいろんなクライテリアで、はい、フィンランドとスウェーデンとデンマークは1、2、3位です。電子政府、国連の2020年のランキングによると、また、はい、デンマーク1位、エストニア3位、フィンランド4位、スウェーデン6位ですね。で実は北欧諸国が世界初の識別番号、個人番号の初めて作った地域でございます。多分コペンヘーゲンフィンテックのプレゼンでもよく見られるかもしれないんですけど、北欧諸国では世界初のキャッシュレス社会 になるつもりです。北欧諸国の中でアイスランド、ノルウェー、スウェーデン、デンマークが一番キャッシュを使っている少ない地域なんです。最近話題になりました SDG の国際ランキングで一貫して優れています。私からは以上となります。もしご質問がございましたら、ぜひともご連絡くださいませ。ありがとうございます。はい、オリバーさん、ありがとうございました。続きまして、ビデオメッセージで北欧のフィンテックエコシステムを話題にして、コペンハーゲンフィンテックのシモン・スコーンさんよりビデオメッセージをいただきます。はい、それでは準備いたしますので、少々お待ちくださいませ。Good afternoon.My name is Simon. I'm the Chief Innovation Officer at Copenhagen FinTech, a small organization very far from Japan. But I will do a short presentation on who we are and why we would like to connect to Japanese stakeholders. So Copenhagen FinTech, what are we? We are 5 years old. We are a non-profit organization. We are what we in Denmark would call a public-private organization.So we're working towards bridging public stakeholders, private stakeholders with the goal and the vision to create innovation within finance. We are member-based, almost 300 members from financial services, from startups, from universities. And we work very much to become the gateway between the Nordic scene and the rest of the world.In the Nordics, we work with startups, we work with corporate institutions, we work with investors, we work with research institutions. All these we connect in the Nordics, but we also connect outside the Nordics to similar stakeholders. And that's why we're here today and hope to welcome you to a dialogue and an ongoing dialogue, which could lead to global innovation partnerships, which is what we are all in for.Copenhagen FinTech, who are we? As I said, non-profit, 5 years old, have today around 45 corporate financial institutions as partners. They partner up with us because they want us to help them connect to talented FinTech startups from the Nordics and all over the world. Similar, we form partnerships with investors. Today, around 50 investments from different stages work with us.And we work with them, help them to find the right startups to invest in. Startups, we want programs from early stage startup programs to later stage startup programs. And similar towards universities, we today work with all the major Danish universities and are very interested in linking up to global institutions in this sense. We know what's going on in the Nordics, and we would like to share that with the rest of the world. The
The scene in Denmark has very much exploded in the last 5 years. The number of fintech startups have tripled, the number of investments have risen enormously, the number of jobs, the number of startup partnerships, startup corporate partnerships, the core of what we do has also risen. Copenhagen FinTech owns and runs the FinTech Lab in the center of Copenhagen. It is the first and the largest dedicated FinTech space in the Nordic countries. We house around 200 people in around 50 companies. Since 2016, almost 150 different startups have grown and raised their company in our facilities in the FinTech Lab. And that brings us very close to the FinTech community and the trends in the Nordics. The FinTech Lab is also home to many of our events. It's where the mentors, the sector, the investors, where they meet the startups in a physical world. Today, the FinTech Lab is very much digital. And what we used to do in the lab, we now do digital in a virtual setting. As I said, almost 150 startups have lived in our FinTech Lab in Copenhagen. We have worked with many more than the ones that actually live in our lab. Why do the startups work with us? When we ask them, the key to what we can help them with is finding new corporate collaborators, it's finding new investments, it's building networks, and it's building partnerships on new markets. So we, in many ways, we are their connector in their growth journey. Many of these startups have now created partnerships in the Nordics and are looking across the globe now to form new partnerships, and we are their partner in this journey. Our four stakeholder groups, startups, corporates, investors, universities, for all of these groups, we run programs. Startups, for Nordic startups, we run programs for all stages. International startups, we run soft landing program if they're interested in entering the Nordics. But similar, we run programs for corporates, investors, universities. So stakeholders out there interested in partnering up with us and joining our programs, please reach out. So why the Nordics? What's interested in the Nordics in a Japanese setting? We believe that FinTech in the Nordics are very strong in design. We believe that FinTech in the Nordics are very strong in impact and sustainability. And we also believe that the data awareness, the data availability in the Nordics have created the boom in what we call SME solutions for FinTechs. So there's many strongholds in the Nordics, and these strongholds we increasingly see an interest in from all over the world. And we also believe that there'll be many matches between these solutions and some of the challenges and pain points we see in the Japanese market. So why are we here today? We're here today to present the Nordic FinTech scene. Hopefully you'll meet some interesting cases later, but this is just a brief intro. We're here to start a dialogue. We know it's not easy to connect between Japan and Denmark. It's far from each other, the culture is different, but we believe there's many similarities. We believe dialogue across the globe can lead to innovation, and we hope that this invitation will lead to an ongoing dialogue, and I'll be happy to continue that dialogue after the session. So thank you for that. はい、サイモンさんありがとうございました。それでは続きまして、日本のフィンテックエコシステムを話題にして、一般社団法人フィンテック協会の紀藤武史様よりプレゼンをいただきます。紀藤様、準備はよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。ちょっと今画面の共有いたします。はい、皆さんはじめまして、フィンテック協会です、ね、代表理事副会長をしております、紀藤と申します。
今はですね、ご紹介に預かりました通り、今日は私の方からですね、フィンテック協会のご紹介とですね、あと北欧のですね、フィンテックエコシステムのこう協業パートナーシップのご紹介をできればなというふうに思います。まず最初にですね、協会と、まあ、あと協会の活動の概要になります。で、我々はですね、フィンテック協会一般社団法人ですけども、なぜこう設立したのかといいますと、まずはやはりこうユーザーですね、日本のユーザーに対して、まあ、より良いこう金融サービスというのを、まあ、テクノロジーを活用しながらですね、提供していくというところを目指しておりまして、ですので、まあ、ユーザーファーストであり、まあ、そこをですね、ドライブしていくフィンテックスタートアップというのの、まあ、起業家ですとかが中心となって立ち上げた業界団体、協会となっております。で、我々最初はですね、2014年の10月にですね、ニートアップとして、もう本当に30人ぐらいの規模で始まったんですけども、その後、ちょうど1年ぐらい経ってですね、2015年に、協会として、正式に、団体を設立いたしまして、その時に集まった会社というのが、まあ、大体31社となっております。で、それからですね、まあ、5年半ほど経ちまして、2021年3月ですね、先月時点で、現在スタートアップが156社ですね。で、大手企業ですか、金融機関の方々含めて、282社ですね。で、合計で438社というところで、かなり、すごい勢いですね。日本のフィンテックエコシステムであり、会員の基盤というのが広がってきているのかなというふうに思っております。こちらがですね、日本のフィンテック企業、スタートアップの会員のメンバーになりますけども、フィンテックと一言で言ってもかなり幅広い領域がありまして、で、まあ、決済ももちろんそうですし、証券ですとか保険ですとか、融資ですとかですね、あと不動産が関わる領域ですとか、かなり幅広い領域でいろんなスタートアップがチャレンジをしておりまして、こういったスタートアップの方々で、まあ、我々のこの協会というのは構成されております。で、大手のですね、大企業の方々ですけども、当然、左側にあるようなですね、金融機関ですとか、地域金融機関もそうですし、決済系の会社さんもいらっしゃいますけども、それ以外のですね、金融以外の領域ですね、通信もそうですし、商社ですとか、テクノロジーを持たれている会社さんですとかですね、あと製造業の方なんかもいらっしゃいまして、法人会もですね、かなりいろんな業態ですとか、業界の方々が集まっていらっしゃるなというところになります。で、我々の活動をですね、いくつか紹介していければと思いますけども、まず国内においてはですね、こういうロビングですとか、政府とのですね、意見交換とか、まあ、そういうところで、日本のフィンテックエコシステムのこう発展に貢献しようというふうにして活動しております。ここはまあ抜粋になりますけども、本当に幅広くですね、内閣府から金融庁はもちろんですけども、経産省とか国交省とかですね、で、東京都とも最近、国際金融都市っていう観点でかなり密にやっておりまして、で、まあ、他の地域ですね、福岡とか大阪の方々とも連携をしているというところになります。で、我々のですね、また大きな活動の柱として分科会というものがございまして、現在10個のですね、分科会があります。ここに挙げているというようなトピックなんですけども、もうデータ流通に関わるものとかですね、キャッシュレス、融資保険、キャピタルマーケットとか、送金レグテックセキュリティファクタリー、ちょっと今日は一つ一つ説明はしませんけども、こういう分科会の中でですね、会員企業の中での情報共有ですとか意見交換ですね。で、まあ、レギュレーションが絡むようなところに関して言いますと、そのパブリックコメントに、集約をして、で、まあ、監督省庁にそれを伝えたりですとかっていうところで、まあ、いろんなフィンテックの中でもレギュレーションがありますので、そういったものに合わせてですね、分科会として対応していっているという形になります。で、続いて海外ですね。今回、ノルディック諸国のエコシステムとの連携というところですけども、フィンテック協会としてはですね、かなり幅広くですね、国際連携を進めてきておりまして、左側の表にあるのが現在ですね、MOU を締結している、パートナーシップを締結している、海外のフィンテック系の団体の一覧になります。で、現時点でですね、28の団体と、協業関係にありまして、で、それ以外にもですね、MOU までは至ってないんですけども、いろんな意見交換ですとか、やり取りをしている国っていうのが、全体で51ですね、ありますというところで、かなりいろんな地域にまたがって、フィンテックのエコシステム作りっていうのを、クロスボーダーでやろうとしているというところになります。で、今回、北欧というところですけども、
先ほどプレゼンテーションされてましたサイモンですね、ここに写真も写ってますけども、コペンハーゲンフィンテックとはですね、2019年の5月ですね、彼らが、来日したタイミングで MOU を承認しまして、パートナーとしていろんな連携をしております。で、まあ、こういう写真にあるようなですね、イベントで、まあ、日本人向けにですね、こうセミナーを開いたりですとか、逆に私がコペンハーゲンフィンテックウィークにですね、参加して、まあ、登壇をさせていただいたりですとか、でそれ以外にもですね、日本とデンマークのですね、スタートアップ同士とか金融機関も交えたビジネスマッチングというところもやっておりますので、まあ、かなり幅広い領域でですね、クロスボーダーでのこう連携というところを深めようというふうにしております。で北欧ではですね、もう1カ国ですね、スウェーデン、ちょっと画像が荒いですけども、今年、1月にですね、ちょっとコロナでオンラインという形になりましたけども、MOU の調印式を行っておりまして、まあ、今後ですね、スウェーデンとも積極的にこうコラボをしていければなというふうに思っております。で実際ですね、北欧からですね、デリゲーションが来日するという話が、まあ、昨年からずっとあったんですけども、ちょっと、コロナでですね、延期が続いておりまして、で、まあ、渡航ができるようになったらですね、こういう方々を、日本にお招きしてですね、いろんな企業の方とのマッチングですとか、そういったところを、まあ、一緒に取り組んでいきたいなというふうに思っております。で海外連携に関してはですね、結構金融庁とも、密に連携をしておりまして、ちょっとこれ北欧ではないんですけども、金融庁担当の内閣の副大臣の方々と、まあ、外交なんかをする機会もありますので、こういう政府も絡めたような連携というのも北欧で今後、していければなというふうに思っております。で最後に、この協会のグローバルチームですけども、私がですね、まあ、理事として参加しているほか、野中と伊藤というものはですね、事務局として海外連携を担当しておりまして、でもしですね、フィンテック協会を通じて、こういう、北欧ですとか、海外のエコシステムにアクセスされたいという方がいらっしゃいましたら、まあ、協会宛にもぜひご連絡いただければなというふうに思います。はい、私からは以上になります。ありがとうございます。はい、紀藤様、大変興味深いお話ありがとうございました。北欧のいくつかの団体とも MOU も進んでいらして、とっても嬉しく思います。ありがとうございました。次に北欧フィンテックの魅力を話題にして、大日本プリンティングマーケティング決済プラットフォーム本部の小野寺孝弘様よりプレゼンをいただきます。小野寺様、準備はよろしいでしょうか？はい、聞こえてますかね。はい、大丈夫です。はい。大日本印刷の小野寺です。まあ、なぜDNP がこの場にいるのかっていうふうに不思議に思っている方も多いかなと思いますが、まあ、この後ちょっとその辺の背景含めてお話しさせていただきますので、数分お時間いただければと思います。よろしくお願いします。でアジェンダなんですけれども、大きく4点挙げております。でまず1つ目の、なぜ北欧が魅力的なのかというところなんですけれども、北欧と日本の取り巻く環境というのは、国土面積が似た環境である一方、福祉の制度ですとか、地球環境保護、あとは IT サービスレベルが非常に高い点などの違いがあるかなというふうに思っています。またデンマークでは、まあ、2016年にデジタル庁が創設されまして、まあ、それ以降デジタルを活用した、まあ、より利用されやすい行政サービスの確立などが進められています。まあ、これらは産官学が一体となって、まあ、効率化を最大限進めた結果であり、まあ、北欧諸国が、まあ、成熟しているというふうに言われているゆえんかなと思っています。まあ、日本だけではなくて、まあ、世界の多くの国が、まあ、共に抱えている、まあ、社会課題に対するソリューションを、まあ、数年単位で先に実装しているんじゃないかなというふうに見ています。で、北欧のこのような現状は魅力的であり、かつ目指すべき姿でもあるなというふうに考えています。まあ、その上で、先ほど社会全体について述べましたが、次企業という目線で、事業会社という目線でお話ししたいと思います。で今後 新しい価値観、社会課題を解決する企業の存在モデルについても、北欧の優位が顕著かなというふうに思っています。まあ、例えば DX、あとデザイン思考、あとまあデジタルマネーや、まあ、SDGs 関連の金融など、まあ、フィンテックサービスの先進性、
まあ、そして環境、社会、ガバナンス、まあ、いわゆる ESG ですね、に関する対応など多くの先端的な試みを行っています。まあ、そのような背景の中、社会課題先進国である日本の未来を見据えて、大日本印刷として北欧モデルの社会を、まあ、しっかりと理解し、新しい価値を創造し、サービスとして具現化することを目的に、活動を開始しています。まあ、その取り組みの中の一つとして金融分野を挙げておりまして、先ほど講演されておりましたコペンハーゲンフィンテックに協力いただいて、今北欧キャッシュレスの市場調査ですとかフィンテック企業とのアライアンスっていうのを検討しているところです。では DNP の金融系のビジネスに関してなんですけれども、大日本印刷はキャッシュカードですとかクレジットカードのいわゆる金融カードと呼んでますが、製造と、発行、まあ、そして OS 開発ですねという事業をここに書いてあります通り1990年代から、開始してまして、まあ、そこから徐々に事業発展していって、まあ、現在はテクノロジープロバイダーというふうに発展しています。まあ、代表的なところではこの真ん中辺にありますがブランドプリペイドというふうに書かれてますけれども、まあ、最近ですとチャレンジャーバンクやネオバンク向けにこのブランドプリペイドのプロセッシングのサービスを提供していたり、あとその右上にありますトークナイゼーションって書いてますが、いわゆる Apple Pay、Google Pay のサービスですね、この辺を提供しています。で、一番最近としましては2021年にインフィキュリオン様へ出資しておりまして、で両社で共同してバースプラットフォームというものを提供していこうという動きがあります。でまた最近ですと非金融事業者向けにエンビリットファイナンスというふうに呼ばれておりますけれども、我々の取り組みでいきますとスマホ決済機能の部分に特化して提供するといったような試みも行っています。でこのページがDNP の決済サービスの全体像なんですけれども、我々のプラットフォームの特徴としましては、ここに書いてある通り左側にイシュア向けサービスで、右側に加盟店向けサービスというのがあるんですけれども、こういったプロセッシングですとか、あとは NSC とか QR といった部分の発行サービスっていうところはもちろん持っているんですけれども、この下段にありますセキュリティ対策ですとか決済周辺サービスというふうに書いています、いわゆるデジタルマーケティングや BPO、そしてカード発行などの製造物ですね、こういったところまで含めて提供しているところが特徴かなというふうに考えています。で、かつ業務領域もいわゆるこういったサービスの SaaS 型での提供はもちろんなんですけれども、コンサルティングから始まりまして、サービスの運用まで含めたいわゆる川上から川下まで、トータルで提供しているところが特徴と考えています。で、一番の特徴はですね、もともとカード発行ビジネスから始めたというふうに申しましたが、そういったリアルの媒体と、バーチャルですね、スマホ決済のようなバーチャルを、ハイブリッド提供できるところが、強みというふうに考えてまして、社会のデジタル化の進み具合に合わせて、顧客である企業様に、価値提供を続けております。で、最後なんですけれども、DNP が、北欧フィンテックと何を成し遂げようとしているかというところについて、今現時点で考えている内容を3つお話しします。まず1つ目はですね、先ほどお話がありましたが、やはり北欧はキャッシュレス比率の高さが目を見張るものがあるなと思ってますので、それにつながっている、政治的な施策ですとか、文化というところを学んだ上で、日本での適用法を考えるというのが1つ目ですね。で、2つ目が、今は我々決済サービスを主にやってるんですけれども、決済サービスとは異なる、サービス目線で、興味深い、面白いといったようなサービスを今探しておりまして、いわゆるサービスデザインですね。で、そういったところを探しております。で、例えば我々はセービングマネジメントというふうにカテゴリー呼んでるんですけれども、日本ですと目的別貯金と呼んだり、ライフプランアドバイザーというふうに呼んだりすると思うんですけれども、まだ日本の中ではそれほど浸透していないサービスについて、北欧の成功モデルを学んだ上で、
日本の、まあ、我々の顧客である事業会社向けに、まあ、提供していきたいなというふうに考えています。で最後3つ目なんですけれども、まあ、ESG ですとかあと SDGs 関連の、まあ、金融サービス事業者っていうのが今調べている中で北欧はとても多いなというふうに、思っております。で我々も最近ですね4月に入ってから、そういった取り組み の媒体、まあ、いわゆるカードですね IC カードを発行はしてるんですけれども、まあ、金融サービスといった位置づけで、まあ、ESG、SDGs 関連のサービスを、作っていきたいなというふうに考えてますので、まあ、北欧の、まあ、そのような企業とのアライアンスによってサステナブルな社会に、まあ、貢献していきたいというふうに考えてます。はい、私からは以上です。はい、小野寺様、そしてパートナーの皆様、ありがとうございました。はい、続きましては、北欧の6社フィンテック企業さんよりピッチに参りたいと思います。今回、すべてのピッチはビデオで放送することになります。各社の代表の方も当イベントにご参加いただいてますので、視聴者の皆様、ぜひビデオを見ながら聞きたいことがありましたら、ご遠慮なく Q&A もしくはチャット機能をご利用ください。そして書き込み際は、どの登壇者への質問も忘れずに明記をお願いいたします。すべてのピッチの後で質疑応答の時間になります。Next, we will enjoy the six company pitches through video messages. And for the members in the audience, you can write questions to all of the companies, and we will have the Q&A after all the videos in English or in Japanese is fine. はい、それでは早速すべて6社の5分ぐらいのピッチを一気に楽しみましょう。ビデオの準備、少々お待ちくださいませ。デジシェアズのホルタです。当社は新世代小口流動化テクノロジーをリードする会社であり、不動産業界が主要な顧客対象です。事実不動産のデジタル証券、まあ、業界での定義はセキュリティートークンですね。発行、管理及び取引を行うためのプラットフォームを提供しています。理念としては、不動産取引の自動化と市場の流動性の工場に努めます。セキュリティートークンとは何か。米国の法律上で証券とみなされているトークン、日本法ではセキュリティートークンは金融商品取引法で規制されています。有価証券とは財産価値のある権利を示した証明書であり、セキュリティートークンも同じです。活用が特に見込まれているのは不動産や社債など流動性の低いものだが、まあ、収益キャッシュローを埋めるものでしたら、まあ、セキュリティートークンが可能です。コアメンバーです、まあ、チームメンバーは、まあ、半々でエンジニア、ビズデブ、ファウンダーの、まあ、従来 AI 業界のエグジットも経験、まあ、当社のアドバイザーもですね、欧州で知られているオンライン取引のサクソバンクのファウンダー方々からの提案をもとに収益モデルの再構築をしました。コロナの影響で経済活動のデジタル化が進む中、ブロックチェーン上での保存により瞬時の権利確認が可能。これはかなり大事です。さまざまなシステムの総合運用性は発行と取引基準及び規制の発展において加速しており、資産の細分化は新世代の小口投資家の創出に役立てています。まあ、不動産業界も同じで、流動性、ペーパーレス、投資金額の細分化でのテクノロジーの影響力は増えるばかりです。ディジシェアーズのターゲットは、不動産開発者、またはファイナンスに関わるコンサルタント、金融機関、コスト削減、流動性、資金調達の新しい選択肢として、当社のプラットフォームの日本展開のパートナー探しを今年下期に行います。ステークホルダーのメリットですが、不動産開発者は非流動性プレミアムを減らすことができます。投資家は細分化
でリスクを減らすことができ、高額で大手しか手が届かない不動産も投資対象になり得ます。当社のプロダクトはデジタル証券の発行、管理、売買のホワイトレーベルです。顧客のウェブポータルを当社のバックエンドと連携することで簡単に導入が可能です。スマートコントラクトを通じてクライアントは面倒で間違いを起こしやすいコンプライアンス、保管、株式情報に関するコストを最小限に抑えることができます。いくつかの機能としては KYC、AML、デジタル署名、配当金の支払いや店頭売買機能など自動レポート作成も含まれます。さて、セキュリティートークン化をもたらす市場は巨大です。海外での不動産のトークン化がデジタル証券のアドプションを引っ張っています。日本における潜在的な市場は2兆円近いです。米国の、プライシングを半分として日本海展開してもですね、まあ1000億ぐらい以上のビジネスに換算します。当社のビジネスモデルは業界に比べて初期導入費用がお手頃なのが特徴です。特にアドプション段階ではトークン化される不動産は規模がまだ小さいので、まあ、採算が取れるように価格体制を設定しています。このスライドは競合との比較です。日本ではセキュリタイズが一番成果を上げていますが、価格体系はかなり高額です。当社の去年からのマイルストーンを示しています。米国欧州でトップのデジタル証券取引所との提携を最近発表しました。既存の月額売上は低く見えますが、すでにプラットフォームを米国で使われている顧客資産500億の管理費を計算するとですね、年内 1.5 から2億円に換算します。第二次四半期に5億円の資金調達を計画しています。資金の一部分を日本の企業パートナーと一緒に日本市場参入に使えれば幸いです。よろしくお願いします。パイシステムズです。よろしくお願いいたします。パイ VAT 免税手続きをアプリを通して電子化するというようなサービスを展開しております。会社概要です。パイシステムズはシリコンバレーに本社がありまして、設立が2018年、日本支社自体は2020年に設立をされました。従業員数は12名ほどで、主要株主としてはシリコンバレーのグリーンバイザーキャピタルだったりとか、あとは日系上場企業のデジタルガレージベンチャーズ、デジタルガレージの投資部門から投資を受けているというような会社となっております。こちら創業メンバーです。社長のサニーは MIT を卒業した後にモルガンスタンリーにて勤務。DTC ブランドの現在700億円ほどの価値があると言われているサードラブの初期従業員としてグロースを担当して、その後にパイを創業したというような形となっております。ドムは現在エンジニアのヘッドを担当しております。パイはすでにグローバル展開も始めておりまして、特にヨーロッパの北欧デンマークとノルウェーでは900店舗ほどに利用されておりまして、取引数ダウンロード数ともに1万2万と実績を上げております。日本も現在展開を始めておりまして、現在の状況として国税庁より承認送信事業者として認定をされて展開を始めているというような状況です。なぜ日本かというようなところなんですけれども、特にコロナ前までは訪日外国人は毎年増え続けておりまして、その中で特に 4.8 兆円2019年には消費しておりました。また、実際にある区域で免税に対応する町を作ったところ、扱い件数、取扱金額ともに圧倒的に大きくなったというようなところが一つ、大きな点だというふうに考えております。また2021年10月1日までに免税販売手続きの電子化対応が必要になります。それがないと免税販売を行えなくなるというようなところで、弊社はすでにそのライセンスを国税庁から取っているというような形となっております。はい。で、現在弊社が考える店舗の課題が4つあるというふうに考えております。1つ目がオペレーションコストというところで、店舗のこのスタッフさんが毎回10分15分ぐらい免税対応しなければいけないというところ。また2つ目は多言語に対応しなければいけないというところ。で、3つ目が月額費用を店舗側が払って使わなければいけないというところ。4つ目は3密を守りにくいと、特に
並んでしまったり、お客様が並んでしまったりとかする際に、やはり3密が起きてしまうというところが大きな問題だというふうに考えております。そこで弊社のプロダクトが免税のデジタルソリューションというところで、店舗側ではブラウザを利用していただいて、ユーザー側ではアプリを利用していただくというような形となっております。はい、でこちら、パイを利用するベネフィットとしては、一番大きなところとしては、やはり店舗様が一番使いやすいようなサービスを提供しているというようなところです。実際に店舗のスタッフのかける免税手続き時間というのが10分から1分に短縮されているところ、また店舗が完全に無料で免税対応を行うことができるというのが非常に大きな強みだというふうに考えております。また弊社アプリを利用しておりますので、インバウンドの免税手続きというところも最小限になりますし、それによって利用者の増加、またアプリを通しているからこそデータを、より良いデータを取ることができて、コンタクトレスで多言語対応もすることができるというような形となっております。はい、特にこのアプリを使っているという点では、実際にマーケティングに活用できたりとか、あとはクーポン発行などでユーザーに合ったお得な免税店、情報というところを配信して、インバウンド旅行者をより、店舗に送客することができるというようなところです。具体的には、例えばこのようなアプリ上でどこにどのような店舗があるかというところを見ていただいたりとか、あとはどのような店が何を売っているかというところをこのように載せるプラットフォームを利用していただいて、マーケティングツールとして活用していただくなども可能です。現在の日本市場の進捗としては、大手モールさん、いくつかの大手モール施設とお話をさせていただいているというような状況だったりとか、すでに大手システム企業とは契約を進めておりまして、有名ブランドともほぼ契約を今済ませたというような状況となっております。求めているパートナーとしては、小売だったりとかモール、弊社のアプリ、デジタル免税ソリューションを実際に利用していただけるようなところだったりとか、例えばポスだったり決済、またインバウンド関係のビジネスというところも探しております。以上となっております。ご清聴ありがとうございました。何かわからないことがあれば、ぜひこちらにご連絡ください。コンコーディアム財団で日本を担当する太田と申します。ここではコンコーディアムプロジェクトとその優位性、日本での展開においての活動を話したいと思います。コンコーディアムはオープンソースの ID 管理を内蔵したブロックチェーンのプラットフォームになります。今年の1月に最後のテストネットをリリースしました。で、6月にメインネットを開始する予定です。コンコーディアムは会社を最優先に考えています。ブロックチェーン上で動くプログラム、スマートコントラクトはラスト言語をサポートして、そのラスト言語で開発する会社、このコミュニティを支えることは、コンコーディアムでの開発、エコシステムの発展に重要だと考えて、開発者を積極的にサポートしています。で、最近のニュースでは、中国の自動車大手ジーリーとジョイントベンチャーの設立、資金調達のファーストラウンドについて発表しました。コンコーディアムのメカニズムで注目するところは、このアイデンティティレイヤーがプロトコルレベルで実装されていることです。具体的には、アカウント作成の時に、第三者の ID プロバイダーからデジタル証明を取得して、そのデジタル証明をもとにブロックチェーン上でアカウントを作成します。そのアカウントは、ゼロ知識証明で ID プロバイダーに対してユーザーの有効性を証明します。で、そのアカウントがその悪意ある行動をすれば、匿名性を取り消すことができます。で、今後でもネットワークと、そこで構築されるサービスにアクセスするには、そのグローバル ID アプリケーションを使います。ここでアカウントの作成とそのアカウントに対してどれだけ自分の情報を載せるかというのを選択することができます。ここでのチームです。運営チームにはグローバル企業で活躍した人たちが参加しています。技術チームには、PhD を取得したエンジニアたちが活躍しています。プロジェクトの当初からサイエンスベースでの開発を進めてきました。複数の大学がサイエンスパートナーになっています。
日本での活動です。日本での活動と日本の活動から期待することです。フィンテック協会の法人会員に加盟しました。まあ、これはコンコーディアムがオープンソースの KYC を含む ID 管理のプラットフォームとして、まあ、その展開で、協力してくる仲間を見つけることもその目的の一つです。まあ、あと、日本の規制にコンコーディアムの ID 管理、ID プロトコルを合わせること。まあ、コンコーディアムがこれまで培ってきた、まあ、知見ですね、ブロックチェーンの知見を共有すること。日本の ID プロバイダーを、見つけること。ID 管理を必要とする、サービス展開をしようとする、まあ、企業との協力と、それを実装する開発者のサポートを、していきたいと思っています。まあ、そのために、日本語での発信も積極的に行ってきています。日本での展開において、まあ、ローカルのパートナー、まあ、開発者と協力していくことは重要だと思います。オープンソースのプラットフォームとして、まあ、何が価値があるのか、まあ、それはプラットフォームよりもその上で、まあ、どのだけのサービスが開発されるかどうかだと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。I am Lars and I am the Managing Director of AgroClimatica. We're thrilled to form part of the Copenhagen FinTech, and we're hosting this Japanese FinTech event here in the month of April. And we're very excited to form part of this push of the Nordic FinTech into Japan. So thank you very much for this opportunity. Japan is an interesting market for AgroClimatica for a number of reasons and for all the challenges that we are facing.Farmers in general lack access to farmland, to opportunities to grow. The scarcity of farmland in Japan and limited access to finance. And for everyone, this remains an untapped potential. Farmers can't produce enough and financial institutions miss out on the opportunity to increase their loan portfolio. At the same time, climate change is very real.I think in Japan, you're feeling it as much as anyone. Heavily affected by climate variability and these extreme weather events like typhoons, all of this challenges the traditional way of production. The crops of yesterday might not be fit as the crops of the future. Harvests are failing. And yet, as Japan is one of the biggest rice producers in the world, you know, we have to find opportunities.To get out of this challenging situation. But we also need to overall digitalize agriculture. And in Japan, more than 70% of landowners are above 60 years old. And 10% of the already scarce farmland has been abandoned. We need young people to get into agriculture. And digitalization is one way to foment the interest of the younger generation into farming.Climate smart agriculture through technology is definitely the way to go. Now, AgroClimatica is a platform that provides risk as a service. We do this through the analysis of climate, soil, phenology, so the behavior of the plant, the animal, and good agricultural practices. Now, this analysis, this risk analysis is then expressed numerically on a scale from 1 to 10,And the information feeds in to the bank, to the financial institution's assessment of the credit application. So the credit application is judged by the coordinate, the specific location, the specific activity for the type of producer, for the specific period of time. Now, what we do is that we quantify this risk. If you look in how it fits into a bank's operations, you can say that anywhere,A farmer goes into a bank and he applies for a loan. This bank pulls a financial risk score, speaking to the farmer's historical willingness to pay.
We, on the other hand, quantify his future ability to pay. What is the production risk of the farm? That's where we come in, and that's where we add value. When we see, you know, what is the quality of the data? 92% accuracy in data outputs, 92% accuracy of the, on the farm, our, with our recommendations. And the people who use Agroclimatica, 91% feel better informed, and 85% is willing to increase their lending into agriculture. Now, as a bank, as a financial institution, engaging in Agroclimatica, the tool will allow us, allow you to increase your agriculture loan portfolio and decrease your non-performing loan ratio. It will also create a transparency in the risk of the risk in your, on a portfolio level. It'll allow the recognition of opportunities for the future based on scientific data, especially amid a climate change. It's easy to use, there are no investments, user-friendly, you don't need agronomists to be in the front line. And obviously it promotes financial inclusion and the digitalization of agriculture. We're currently working in 8 countries with the objective to be in 35 within 5 years. Japan certainly forms part of our plans short term because of the obvious potential that it has. We're lucky to have a very solid team based in Nicaragua and in Kenya, in Amsterdam, and here in Denmark. And it allows us also to give us, have a flexibility, because the platform can be adapted to any country or geographical area, any kind of crop, and any kind of animal. So really, it offers a full flexibility for per region, per country, per crop, per activity. We hope that this could be of interest, and we look forward to hearing from you. Thank you very much. こんにちは。グレーターザンのファウンダー、ステン・フォルセーゲと申します。本日は当社をご紹介する機会をいただきまして、誠にありがとうございます。当社は自動車に関するリスクプライシングで世界をリードしています。自動車保険をよりスマートに、そしてモビリティをより楽しくする AI を開発してきました。グレーターザンはナスダックストックホルムに上場しています。当社はリスクを深く追求し、自動車保険を改善する AI を開発しました。当社の AI はドライバーが世界のどこにいて、どのような車に乗っていても、そのリスクをバイアスなく予測します。つまり、リスクの見方が大きく変わります。顧客一人一人に対する個別のインサイトを得られるので、保険会社様がカスタマーエクスペリエンスを改善する手法に革新をもたらします。具体的には、公正でより良いプライシング、積極的なカスタマーリテンション、予測的な損失管理が可能になります。当社の AI が顧客中心のより良い保険モデルの革新となって、新たなモビリティを切り開きます。アジア・オセアニア地域では、カロやキント、三井住友海上、そしてグローバルレベルではマイクロソフトをはじめとする企業様とお仕事をさせていただいています。革新はドライバーごとの請求金額を予測するということです。当社は18年の実績があり、108カ国を超える国々からデータを収集しています。また、7つの特許を取得し、データベースには10億人を超えるドライバーの DNA を保有し、その精度は 98% です。当社の AI は世界中のリスクをバイアスなく、従来と比べて非常に低コストでプライシングすることができます。従来のリスク予測モデルはデジタル世界のスピードに応えられません。というのも、顧客データがプールドデータだからです。例えば Amazon がお客様を個別ではなく、グループで把握したらどうなるか想像してみてください。
保険以外の業界ではデータを個別に扱うのはすでに当たり前なのです。そして請求金額について事後対応になっています。実際の成果が分かるまでに1年から1年半かかっています。またリスクを把握するのにも時間がかかります。状況変化に適応しモデルが変わるまでに何年もの歳月を要しています。そしてデータにバイアスがかかっています。当社の AI は従来のリスクモデルをいわばデジタル世界仕様に変革します。消費者や企業のデータを個別に把握し事故や請求金額を事前に予測できるからです。またリスクをリアルタイムで把握することができます。データにバイアスがなく業績、年収や事故歴、住所も必要ありません。たった1キロの走行履歴だけで精度が高く最適な保険契約ポートフォリオを構築することができます。今日の医療では DNA を活用して高い確率で病気を予測しますが、当社の AI は運転の DNA で事故や請求金額を高い精度で予測できます。保険とモビリティの成功の鍵となるのはリスクの把握です。当社の AI で未来へのインサイトが今手に入ります。未来に向けて窓が開かれるのです。保険モデルをプールドデータから個別データに移行します。バイアスのあったデータからバイアスのないデータに移行します。リスクの評価はローカルからグローバルになります。事後対応である受動型から予測型へと変革します。さらにコストを大幅に削減できます。これが保険会社様にご紹介できる新しい情報です。最後に日本市場に向けて3つお伝えします。まず大切なお客様のために当社では専任の担当者を雇用しています。次にご要望があれば保険会社様、自動車メーカー様を対象に事故を予測する当社の AI をご紹介します。最後に自動車保険業界にディスラプションをもたらそうというパートナー様を歓迎します。素晴らしい人々、素晴らしい技術、大切なお客様、そしてグレーターザン、ご清聴ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。Hi, my name is Pekka Vilto. I'm co-founder of Rundit, Helsinki, Finland-based VC portfolio monitoring and management tool. We are one of those companies which has been doing really super well during this last 12 months period when suddenly all the VC teams went remote and they started to think that, okay, there might be some better way how to handle the portfolio data than the Excel spreadsheets. We have now paying customers in 15 different countries. Altogether, over 600 VCs signed up to Rundit. We have like over 20 VCs signing up to Rundit every week. So let me give you a short introduction. So you can in Rundit, you can manage all your funds, all your companies. So you can have multiple funds, how many funds or different investment vehicles you have. You can have everything here. We have split the tool in investment data and then the portfolio company data. So let me start with this investment data. So you are able to track all your portfolio companies or the whole portfolio that how it's performing. So for example, cross IRR in this whole portfolio at the moment is 44%. All these charts, everything is sort of customizable. So you can choose how you want to present it and which KPIs you want to track. You can choose always which companies you want to track. Everything is sort of active, so you don't need any consultant to change anything. So you can play around with the data as you wish. You can see which countries you have invested, which industries, and so on. All this data on the dashboard that comes from here.
So this is the place where you track all your investments or where you input all your investment data. So we automatically, we calculate the total invested amount, ownership percentage, gross IRR and multiple. So including ROI also, and the, also the fair value of the companies. So basically whatever instruments you use, we basically have it. So equities, convertible notes, of course, the most popular ones. You are always able to go and backtrack all your investments, that what were the terms of the investment. So whenever there has been a transaction, you can go there and see all the details of the investment. Okay, so if there happens any changes in the team, nothing, basically none of this information is in your Excels, but everything is in nice form in Rundit. If you are investing in multiple currencies, this is super important now. So if you invest in multiple currencies, we cover all the conversions. So you can invest that first investment has been done in dollars, next one in euros, next one in British sterling, for example. We do all the currency conversions and calculate everything for you. Then we have the portfolio company data. So here's all your portfolio companies. Of course, these are demo companies, so that's why they are called like this. But anyways, if we go to this beautiful company called G, for example, we land to their metrics table. And this is now something which is fully customizable. So you can tweak this by the company. So whatever metrics you want to ask, we have it. So basically, we cover more or less all the different metrics here. So whenever you add something, it appears there. And at the same time, the company gets a notification on their side that your investor would like to know this particular metric. Then we cover that when the company shares you some files, when the company gives you the management report, so the qualitative part of the reporting. So we provide these templates for the company, and when the company fills all this data for you, you have it on your side. Then all this underlying data, so all the numeric data, is of course shown in the portfolio overview, so on the dashboard view. So here's all your portfolio companies. So for example, headcount in the whole portfolio is 9,500. Again, all the currencies are automatically converted. You are able to see that if the company is reporting you in USD and you have Japanese yuan is your currency, then everything is automatically converted for you. Cash balance, you can see who has done the reporting, who hasn't. Platform sends all the reminders automatically, and all the data is shown in different dashboards. And then you are able to export all this data. This was short, 5 minutes introduction. Thank you for having me, and I hope that we can do some business in the future together. Thank you. はい、皆様いかがでしたか。ピッチいただいた企業さん、誠にありがとうございました。Thank you for all the companies who were presenting for us today. はい、それでは質疑応答に参りたいと思います。質問はもちろん企業さん、もしくはパートナーさんにもご遠慮なく投げてください。日本語、英語、どっちでも大丈夫です。兵団隊のシオノと一緒に行います。はい、チャットの方にもいくつかの質問あるかと思いますけれども、シオノ、準備は大丈夫でしょうか。はい、一部ですね、すでにお答えいただいているのがあるんですけども、まあ、質問を共有させていただくためにも、一度、2つですね、個別に質問いただいているのを皆さんにも共有したいと思います。1つ目がアグロクライマティカさんへの質問で、分析のベースとなるデータはどのように収集されているでしょうかという質問をいただきました。で、これには、すでにお答えいただいておりまして、はい、気候で
データ、それから農作物の生産量などからデータを取っていますと。これは、パネリストにお答えいただいた方がいいんですかね。お答えいただきましょうか、それとも口頭で一度。はい。そうですね。一応そうですね。エスターさんからもうチャットでも答えいただきました。Thank you, Esther, for writing the reply to the chat as well. If you have any more questions, please feel free to use the chat and also our panelists, you are free to also unmute yourself and use the video if you want to add any additional information.もちろん本日のパネリストもマイクオン、ビデオオンでも答えいただければかなと思っておりますけれども、もしエスターさんより具体的に何か追加のことがあれば、ぜひご遠慮なく教えていただければかなと思っています。はい、ありがとうございます。実は私からは各社に一つの質問があるんですけれども、ですね、まあプレゼンテーションの中にもあったかと思うんですけれども、御社のビジネスについて日本市場はなぜ魅力的ですか？それは一つでして、そして逆に日本市場の最も大きなチャレンジは何ですか？I would like to ask one question from all the pitching companies who are with us today. What do you see as the most attractive point in the Japanese market? And also, what has been or what do you foresee as the biggest challenge entering the Japanese fintech market? And anyone can go first, but I'm looking from the panelists' list, and I think we have, for example,Horta-san from Digi Shares. If you would like to reply to this question, English or Japanese, please feel free to go. そうですね。なんかビデオボタンちょっと押せないんで、まあ顔を見せられないんですけども、今大丈夫でしょうか。はい、すみません。Horta です。よろしくお願いします。そうですね、日本のマーケット市場はその不動産の証券化のマーケットとしては世界第2のマーケットなので、まあ、うちの会社 の, そうです、ね、マーケットは不動産を、まあ、がメインなので、まあ、もちろん日本のマーケットに、まあ、参入できれば、まあ、思ってるんですけど、あともう一つは規制ですね。特にデジタル証券っていうのはその、まあまあまあ、結局証券なので、まあ、法律の規制がやはりそのマーケティングする際にですね、証券会社と、まあ、連携してセキュリティートークンをマーケティングしないと、まあ、規模が大きな規模でできない構造になってるんで、まあ、それが一番のボトルネックですかね、日本の場合は。まあ、例えばアメリカの場合ですと、そうですね、金融庁とファイリングをしなくてもセキュリティートークンを発行できる仕組みになってるんですね。まあ、マーケティングの法律では、まあ、日本とアメリカって、まあ、ほとんど同じなんですけども、まあ、そこ結局金額が大きな金額だとその証券会社と連携しないしてそのマーケティング活動をやる仕組みでやらないと、まあ、できないのはボトルネックです。はい、はい、承知いたしました。ありがとう、堀田さん。つきましては、例えばアグロクリマティカさんのエスターさんからコメントいただくことでしょうか。日本市場について魅力的あるいはチャレンジ、What do you see as the opportunities in the Japanese fintech market and what have you felt as the bottlenecks? Yeah, thank you, Nicholas, and thank you, everyone. I'm very sorry for my non-existent Japanese. I hope Ken can help me out.Well, extremely interesting for us is obviously that it's a large market and that financial services are highly digitalized.
So that gives us a step ahead into introducing a product like AgroClimatica. Also, as a country, Japan sees now the importance of mobilizing efforts at political and financial level towards agriculture. But then that exactly leads us toward challenges that there is a high migration and diminishing of the agricultural population. And also the age is quite advanced, and that presents challenges in terms of culture and tradition to the adoption of new technologies, such as our score for agricultural production. So much, Esther. Akiko, would you like to translate a few of the main messages from Esther? Daijoubu deshou ka? Hi. I just lost some sounds. Can you do that for me? I'm sorry. Ah, もちろんです。すみません。That's fine. そうですね。まあ、大きな魅力的なことなんですけれども、もちろん、まあ、マーケットのサイズはまあかなり大きいのではないかと思っておりまして、そして、まあ、政府の指示によりますと、まあ、これからも農業についてとても関心が持っているのではないかと思いまして、あと、まあ、デジタル化、もうだんだん進んでいるのではないかなというふうに感じていますけれども、まあ、チャレンジとしては、まあ、プレゼンテーションにもご覧になったかと思うんですけれども、まあ、年齢のことも一つのボトルネックかなと思っておりまして、こんなに、まあ、デジタルを生かしてのサービスでして、これからどうやっても若い方々も農業についてもっと関心を持つようになるとかできるということが、まあ、一つのチャレンジかなと、ソリューションに関する。Thank you so much, Esther, for your reply. Do we also have, let me see, Stan from Greater Than with us? I'm here. Today? Perfect. And let me also see if I can put your video on as well. So the question was, what do you see as attractive from the Japanese market? And also, what do you foresee as some of the challenges entering into the fintech market in Japan? Thank you very much for the question. My camera doesn't work. But in a way, thank you very much for the question. I appreciate that. The opportunity in the Japanese market is that the automotive manufacturers in Japan, primarily Toyota, is the most advanced in the world with new mobility. Cars are going to be sold in a different way in the future, car sharing, car pools, car subscriptions, etc. And that's where we come in, because we support new mobility with our new technology. So that's a huge opportunity for us in the Japanese market. Thank you. The bottlenecks is recruiting talent. We are looking to recruit very good talents, and we know there are very, very big talents in Japan, but it's hard for a new company and a startup to recruit. But if anyone hears this, we will offer you a really good package, a really nice work, and a really good environment with the best technology in the whole world. Thank you very much. どうもありがとう。どうもありがとう。Thank you so much, Stan, for your reply. I don't know, Akiko, do we still have your video? Is it working? Or your sound? 日本での、まあ、良い機会ということで言いますと、まあ、トヨタはじめ、ニューモビリティに関して、もう最も世界で優れた技術を持つ会社が集まっておりますので、その、新しいに関して我々は、大変サポートできる技術を持っていますと。ただ、挑戦もありまして、それは、優秀な人材を確保することです、今お聞きになってて興味ある方はぜひコンタクトくださいとおっしゃっておりましたが、 Can I ask you what kind of positions are you looking for exactly? Or Yes, we are looking forkey account managers to take care of our current clients in Japan. We are also looking for a
a director to run our whole new mobility sales in the whole world. So it's a global director that we like to be based in Japan, and we're looking for key account managers. はい、大変を、2つすごく大事なポジションを今、求めていらっしゃいまして、キーアカウントマネージャーと、それから日本をベースに、活動してもらうグローバルディレクターを募集しているとのことです。はい、ありがとうございました。Thank you, Sten, and thank you, Akiko. I think we also have Pekka from Rundit with us today.So if you would also like to reply the same question, what do you see as the opportunities in the Japanese market and what has been perhaps the bottleneck that you have felt so far? Yeah, hi, thanks for having me. Yeah, so, well, we provide the software for the startup companies and for their investors. And I guess that, of course, Japanese market, like historically it has been, or traditionally it has been huge.The whole innovation ecosystem, and that's why for sure in our from our perspective it is super interesting, and I guess like the challenge in many ways could be the language. Our software is in English, but also on the other hand, when I've been discussing with the Japanese customers, so basically the Japanese venture capitals, nobody has seen that the language as any sort of a barrier there. So it hasn't been any problem, which is of course nice. Maybe the first thing from our perspective, we've been just testing the ground a bit now. And so maybe the most important thing, sorry, my daughter just woke up, so you might need to hear some background noise. So maybe like in any market, to get the first customers from Japan, that would be the crucial thing. So basically to get the testimonials. But that's the same thing in any other market as well. So it would be really nice and interesting to really get to test the opportunities in Japanese market. Thank you so much, Pekka. Pekka, ありがとうございます。はい。日本での機会ということですと、まあ、スタートアップエコシステムがどんどん伸びている中で、当然我々の持っているソフトウェアが、生かされる素材があるだろうということです。弊害として考えていたのが、語学の問題だったんですけども、今のところ、交渉させていただいている BC さんの中では、特に、語学の壁は、思ったほど感じていなくてよかったなと思っております。まずは、最初のお客さん、パートナーを見つけて、そこから評価をいただくというところを進めていきたいと思っております。ありがとうございます。Thank you, Pekka. 続きまして、Pi Systems のタダさんもご参加いらっしゃいますでしょうかね。はい。はい。よろしくお願いします。同じ質問なんですけれども、御社のビジネスについて、日本の思想の魅力的とチャレンジについて教えていただければかなと思っております。はい。ありがとうございます。Pi Systems のタダです。先ほどもご説明させていただいた内容なんですけれども、基本的に日本の市場が非常に大きいというところで、2019年には訪日外国すいません。今聞こえますね。はい。すいません。ありがとうございます。2019年には 4.8 兆円の訪日外国人が日本で消費したというのがありまして、今、コロナでかなりこう人が特にこのインバウンドの方が日本に来れないという状況が、弊社としてはかなり厳しいというような状況ではあるんですけれども、その中で一つ結構弊社が今行っているのがパートナーを探しているというところで、実際にこう弊社のアプリを使っていただくというところを今パートナーとして探しているというような状況となっております。はい、承知いたしました。ありがとうございました。はい、続きまして、まだお聞きしたいことがあれば、もうだんだんチャットの方に投げていただければかなと思っております。
はい、一つはこちらは野澤様よりこれは英語の質問なんですけれども、Thank you, Sten. I understand you apply customized risk rate to individual driver when they apply for an insurance based on your AI engine. My question is, how do you differentiate risk rate insurance fee for driver A and B? Right. Thank you very much for the question. We are using app to car technology, which means we're using the individual's smartphone connected to the car's Bluetooth ID system. That is one item. Then we also use pattern profiling in combination with that technology. Pattern profiling because each driver's driving pattern is unique, like a fingerprint. So there's two technologies, pattern profiling and app to car. Thank you. Thank you. ドライバーごとの保険料というか、まあ、リスクですね、をどのように、測っているのかということで、コアになっている技術は2つあるようです。アップトゥーカーというのと、パターンプロファイリングで行っているとのことです。はい、ありがとうございました。もし詳しく聞きしたい質問、まあ、とても大変で時間も限っているかと思いますので、後で連絡先も教えていただくいたしますので、引き続きの連絡もできます。We have very limited time today. I'm sure there are a lot of more detailed questions, but we will share the contact information later and we can continue the discussions from there.ですが、大変申し訳ないんですけれども、コンカーリウムの方々も参加いただいてますので、先ほどの質問に戻りたいなと思っておりまして、御社のビジネスについて日本市場の魅力とチャレンジをぜひコンカーリウムの太田様も答えいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。すいません。一応、まあ、コンコーディアムも、コンコーディアムはブロックチェーンのプラットフォームなので、先ほどのセキュリティトークンサービスでお話しされた、ホルタさんと規制面に関しては全く同じです。まあ、ここで、まあ、他のスタートアップの中で何が違うかというと、コンコーディアムは一応非営利財団になります。営利企業ではなくて、まあ、非営利財団として、まあ、オープンソースプロジェクト、オープンソースのプラットフォームの普及に、活動しているので、自分たちの企業、自分たちチームを大きくするのではなくて、コミュニティを大きくするというのが私の使命ですね。このグローバルの使命になって、まあ、そこでは、2つですね、それを使ってもらう、エンタープライズサービスとしてエンタープライズとそれを開発する開発者が必要になってくると思うんですよね。エンタープライズにアプローチしてもじゃあ誰がつくのか、じゃあ、開発者にアプローチしても有形性は何か、やっぱりこのジレンマがあるので、これを同時にこう並行していく、同時にこう大きくする、同時に、エンタープライズもアプローチして、そして自分たちのこの開発者コミュニティも大きくすることが課題だと思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、まだまだ質疑応答の時間も少しありますけれども、じゃあ私の方に、DNP の小野寺様はまだいらっしゃいますでしょうか。一つ聞きしたいことがありまして、本社は、まあ、北欧の、まあ、いくつかの団体とも連携がなさっているかと思うんですけれども、それについて日本の企業さん向けの何かのアドバイスがありますでしょうか。どうやってうまく北欧の企業さんあるいは団体さんと連携ができますでしょうか。もし小野寺様がまだいらっしゃいましたら、ぜひ答えいただけないでしょうか。はい、DNP 小野寺です。まあ、我々まだ今、先ほどちょっとお話しした通り、調査開始して間もない状況で、まあ、どのような形で北欧のフィンテック企業とアライアンスすることができるかというのを考えながらやっているところで、まだ今の時点であまりその他の企業様にアドバイスできる状態では、残念ながらないですと。ただまさに今そこを進めているので、そこで何らかのノウハウを得たら、それを日本の企業の皆さんに還元することはできるかなと思っていますし、我々がハブになって、
北欧のフィンテック企業と日本の事業会社さんをつなげるといったようなこともできるんじゃないかなとは考えています。はい、ありがとうございました。よろしければ同じ質問をフィンテック協会の紀藤様にもぜひ聞きしたいんですけれども、紀藤様まだいらっしゃいますでしょうか。はい、はい、お願いします。はい、そうですね、フィンテック協会としてはまあ北欧との協業というのは、先ほどプレゼンテーションの中でも紹介した協会間の連携というところになりまして、そこはですね、カンファレンスでの連携ですとかビジネスマッチングの連携というところをしていますと。で、実際にですね、その協会の会員同士の具体的なビジネスマッチングという観点にいきますと、まだちょっとこれからかなというところがありまして、で、まあ、ちょうど今なかなかこう往来も制限されているところになりますので、まあ、話も進めづらいところはあるかもしれないですけども、引き続きちょっとこう手厚くサポートしながらですね、で今後こう日本にデリゲーションとして来ていただけるタイミングが来ましたらですね、まあ、本格的なこう日本での拠点展開ですとか、ビジネス上の連携というところをこうサポートしていきたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございました。はい、しました。チャットの方には新しい質問がないようだと思うんですけれども、じゃあ改めて各社に一つ質問したいんですけれども、とても簡単に、まあ、プレゼンテーションの中にもあったかと思うんですけれども、簡単に現在日本で何を探していらっしゃいますでしょうか。クライアントさん、もしくは投資、ビジネスパートナーなどなど、もう5秒で答えいただけるかと思っております。I have one question for all of our pitching companies today. Very briefly, if you can just recap, what are you currently looking for from Japan? Is it business partners? Is it clients? Is it investments or something else? Whoever wants to go first, feel free to unmute yourself and put on your video. Hi. I can go. Sorry. I think we have Stan. Right. Sorry, my camera is still blocked, but doesn't matter. The prime objective for us is now to find talent in Japan. Thank you. Thank you so much. Akiko, are you with us for a few seconds translations in between? 優秀な人材の確保です。じゃあ、まあ、ディジシェアーズの方から、そうですね、不動産開発の業者さんとの POC、または、まあ、証券会社との連携ですね。まあ、証券会社の場合だと、まあ、野村不動産、野村以外ですね、まあ、野村もセキュリタイズと提携されているので、まあ、そうですね、まあ、不動産開発の POC または証券会社 の, まあ、連携できるパートナーを紹介していただければ、まあ、それが一番の理想です。ありがとうございます。コンコーディアムいいですか。はい、コンコーディアム今、テストネットで、第2四半期の終わりにメインネットがあります。これ MVP の、プラットフォームですね、もう使えるメインネットになります。ですので開発者です。開発者を探しています。ありがとうございます。あ、じゃあパイシステムズよろしいでしょうか。はい、弊社、まあ、免税のアプリということで、まあ、実際にそれを利用していただける小売店舗様というのをまず探しているというのと、まあ、あとは実際にこう戦略的なパートナーとしてこう小売と、直接つながっているようなモールさんだったりとか、あとは POS、まあ、POS との連携も弊社、考えておりまして、 POS を実際にもこう持たれているような会社さんを今、探しているというような状況となっております。ありがとうございます。Maybe I'll start now then. So, yeah, we are looking for customers. So
So it's great to get to present this our tool in on this audience that we have here now. So definitely all the venture capital and private equity companies, please reach out to me. はい、あのルンディットはもう今まさに顧客を探しているところなので、今日みたいなあの BC さん証券会社さん集まっているところは大変いい機会をいただきました。ぜひあの顧客になる方お問い合わせくださいとのことです。 Thank you so much. Also jump in if you don't mind, Nicholas. Yes. So we are very much looking for partners so that we can either provide our solution via them or to pilot our product with them. So financial institutions, insurance companies, and any other actors along the agricultural value chain that are interested in providing our solution and partnering with us. まさに我々の、ツールを使っていただけるパートナーを探しています。Thank you so much, Esther. ありがとうございました。Did we have everyone? I think I counted to six. 皆さんはもう答えいただいたかと思っています。はい。それでは、それ以外の質問がないようでしたら、質疑応答を終了させていただきます。Seems like we are not having any more questions from the audience at this point, so I will close the Q&A. Thank you so much for your answers. 企業さん、パートナーの皆さん、答えいただき、誠にありがとうございました。はい、そろそろお時間にもなりますが、最後には終了のご挨拶は、コーペンハーゲンフィンテックのトーマス・イェンセンにしていただきます。Jensen san, dozo yoroshiku onegai tashimasu. Thomas from Copenhagen FinTech, we would be ready for your closing words if you are with us in the audience. I am indeed. So thank you very much. I am sorry, my Japanese are very limited. So I'll have to do this in English. So I hope you will translate.Sorry not to be able to join you from the beginning. I just a little bit of logistics here. Do you need to translate as we go or in the end? We will translate some of the main points, so feel free to give the speech. Okay, all right. So yeah, thank you very much again for inviting, and again thank you very much to Nordic Innovation House for hosting this. It's been a true pleasure. We started working on Japan as a market on behalf of Danish and Nordic FinTech some years ago. And that has brought us to Japan several times, meeting with Japanese stakeholders. And we've been very, very pleased with the reception and with the interest that we have received from the Japanese market. And you might say that this is a culmination of several years of market development from our side also.Akiko, do you need to translate? Okay, maybe I can. Yeah. あの、英語で失礼します。今日は最初から、参加できなくて大変失礼しましたが、このような機会いただきありがとうございました。デンマークおよび、北欧のフィンテックを、日本の関係の仕事を始めて数年になりますが、日本から北欧への関心の高さには大変驚かされております。There's no doubt that we see a huge potential in the Japanese market. And coming from a smaller region, I do believe that is actually smaller, the region, the Nordic region is smaller than the population of Tokyo. So you might ask, what can we offer? And I think one of the things that we have discovered through our travels to Japan and with our interaction with Japanese stakeholders is that the Nordics, being a highly digitized region, very open when it comes to data sharing, and especially in the financial space, leading in the open banking space. In general, also, when you look to the Nordic countries,
We top almost all rankings when it comes to being some of the most innovative. Very flat structure. And also recently, if you look at the rankings for some of the most sustainable countries, you will actually also see the Nordic countries. We have a huge a culture that we share with Japan also when it comes to collaboration and partnerships. So there is no doubt that that the Nordic countries in terms of being innovative and digitized, there's a lot of learnings and knowledge to be shared with our Japanese partners and stakeholders. 日本市場には大変ポテンシャルを感じておりまして、と言いますのもノルディック全体の人口を合わせても日本東京都の人口にも満たないような、スケールの違いがあるんですけども、日本に数回への、旅行やそれから視察それからやり取りさせていただく中で気づいたのが、ノルディック そのデジタル化、非常にデジタル化された社会やデータシェアリングの進んでいる状況ですとか、イノベーションが生まれやすいようなフラットな社会構成、それから持続可能性などへの関心など、がですね、日本と大変親和性のある、ポイントだったかなと感じております。There's no doubt also that the mere scale of Japan and the Japanese financial institutions and the interest we have seen from investors also confirms that. So I think we have spent a couple of years now building up awareness and interest and together with some of our strong partners, which one of them actually being NRI. But several others we have interactions with. So we have built up interest and awareness. And we hope very much that 2021 and forward will be the point where we move from awareness and interest in and seeing actual partnerships with fintech from the Nordic countries. So we can also highlight the actual business being done. We are quite aware that this takes time. We have done this many times before with other regions and other countries. So we are very much looking forward to keeping the momentum and keeping in touch and also seeing the first partnerships being formed.このような活動を2年間やってきた中で、大変関心度と興味は大変高いところが大変高くなっていると感じておりますので、ぜひ、今年はそういった関心から具体的なパートナーシップが生まれるような年になればいいなと思っております。 We are very much looking forward to being able to jump on a plane again and hopefully soon again be able to fly to Tokyo and enjoy your wonderful city. I think that concludes my final comments. But thank you so much again for hosting this event, taking this initiative. And first and foremost, also thank you to all of our Japanese friends and participants that took time out of their busy calendar to join this event.本当に一刻も早くですね、普通に飛行機で旅行できて、また日本に訪れる日が来ることを願っております。本当に今日はありがとうございました。Thank you so much, Thomas. Jensen さん、ありがとうございました。はい、それでは当イベントを終了させていただきます。本日は長い間ご参加いただき、誠にありがとうございました。終了後はアンケートと録画についてメールいたしますので、ご記入のほどよろしくお願いいたします。アンケートで企業さんにご関心を示すこともできますので、ぜひこの機会を生かしてつながりができれば大変嬉しく思っております。パートナーの皆さん、企業の皆さん、素敵なプレゼンテーション、誠にありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。
それでは以上となります。皆様ご参加いただきありがとうございました。Thank you everyone so much for participating with us today. And with this, we will close the event. We will send a feedback form as well as the recording to all the participants from today. Thank you again for all the presenters and the audience for following us. ありがとうございました。よろしくお願いいたします。